おはようございます。おはようございます。はい、今日の一日は、午前中は、新設給廃棄の、調査を行って、あと事務処理を行います。で、昼からは CO フォロー調査という、業務用のお客さんのところで調査を行った後に、先月の実績入力等の事務処理をまた、合間に行います。お疲れ様でした。午前中ありがとうございました。今日のお弁当はどちらで購入されたんですか？いつも現場の人たちからお願いします。現場の人たちの方がいろんな調査に行くので、ここにいろんなお店を知ってるので、日替わりでいろんなところで買ってくれます。ちなみに今日のってどこなんですか？今日のお弁当屋さんは山下さんどこですか？岩田町くらいの魚心。岩田町の魚心だそうです。お仕事してて嬉しかったこととか、なんかエピソードとかありますか？やっぱりガスが使えないお客さんのところに行った時に、まあ、ガスを使えるようにしてありがとうございますって言われた時とかにが嬉しいかなと思います。失敗談はやっぱり、はい、あの技術系なんで専門用語が多くて、なのでお客さんと喋ってる時につい自分本位で喋っちゃうと伝わらないことがあって、お客さんが何言ってるんだっていうことになるので、まあ、できるだけ分かりやすい言葉とかお客さんの立場になったような言葉遣いを使えるように気をつけてます。業務用のお客さんにつけてる警報器がいまして、
調査員が4年に1回法定点検をするんですけど、そこでその警報器が鳴ってる履歴っていうのを見ることができて、でそれを見てもしメイド履歴があったら自分たちがフォロー調査という形で病院のお客さんのところに行って使用測定、ガス機器の空気の汚れがないかどうかを確認しています。何か一言すごく責任感が強い人だなって思っていて、だからみんな、ね、マルナさんと言っていろいろ仕事を頼んでるんですけど、みんなのそのお困りごとを嫌な顔せずに全部引き受けて解決していただいてるすごい方だなと思っております。先日の調査結果の実績に、お疲れ様でした。今日一日どんな一日でしたか？はい、暑い一日だったんですけども、お客さんのところにお伺いして、まあ、お客さんに、より安全にガスを、お届けできるような、調査ができたので良かったかなと思います。以上です。